はい、高橋です。俺、しんいち。しんちゃん、いやーずーっと連絡ないから。本当に助かります。僕も持ち合わせがなかったので。しんちゃん、明日でちょうど1年になるわ。あいつは幸せなやつだな。ずっと帰りを待っていてくれる人がいて。ねえ、あなた行く当てないんでしょ。しばらくここにいれば。犯罪者をかくまうとどうなるか分かってますよね。で、あの子は今どこにいるの？そんな風に自由に生きれたらいいな。お母さんに優しくね。もしかしてネットであの子とつながってたの、あなたなの？勝手に開けちゃダメって言ったの。